皆さんこんにちは。スクールウォーズで大ヒットでおなじみの松村雄基さん、松村雄基と氷川きよしが極秘結婚の真相、癌闘病生活の現在について紹介します。まずは松村雄基さんの経歴とプロフィールから紹介します。松村雄基は日本の俳優です。身長は178cm、体重は 63kg です。オールスターズカンパニーの代表取締役です。東京都文京区の出身です。元踊り師、役者という仕事についてはどこか遠くの世界のようだったと思っており、あまり興味はありませんでしたが、中学生時代に同級生の母親から旧知の芸能事務所社長を紹介されたことが縁で芸能界に入りました。中学3年から高校1年の2年間、劇団俳唱のタレント育成コースで演技の基礎を学んだ後、東京都立板橋高校在学中にテレビドラマ生徒諸君の沖田成俊役でデビューしました。1984年に放送された少女が大人になる時その細き道で大英テレビドラマの初レギュラーとなりました。以後不良少女と呼ばれてスクールウォーズとレギュラー出演が続き、1980年代には大英ドラマの常連男優として活躍しました。松村を自分のドラマに起用した大英テレビプロデューサーの春日千春はその起用理由について、目が気に入ったとしか言いようがないと話しています。 TBS 土曜9時枠の連続ドラマではスクールウォーズのほか、ポニーテールは振り向かない、 TBS 火曜20時台の不良少女と呼ばれて父姉妹、フジテレビ水曜20時台の花嫁衣装は誰が着るが代表作で、大英ドラマの3つ全ての枠に出演していました。1993年頃から舞台出演のオファーが来るようになり、その後毎年平均4本のペースで出演するようになりました。1981年に CBS ソニーからレコードデビューしました。しばらく歌手活動を休止していましたが、2006年に歌手、ライブ、活動を再開しました。2013年には26年ぶりのオリジナルアルバムをリリースしました。2014年には東京と大阪を中心に精力的なライブ活動を続けました。兼部歌でもあり書家でもあります。30歳の頃書店でたまたま書家大谷千字の著書を手にしたことがきっかけで書道に興味を持ち、早乙女玉和に弟子入りし書を始めました。第17回東京書作展、東京新聞社主催にて内閣総理大臣賞を受賞しました。2015年にはデビュー35周年を迎えました。2019年には日本でラグビーワールドカップが開催され、過去に高校ラグビー部を舞台にしたドラマスクールウォーズで人気を博した松村は、この年単独の仕事の他に同作品でラグビー部顧問を演じた山下真司との共演が一時的に増え、 W 杯特需でしたと喜びました。2022年には自身が所属する事務所オールスターズカンパニーの社長に就任しました。彫りの深い顔立ちが印象的で、男臭い雰囲気がとっても人気でしたよね。若手俳優に対して松村雄基の息子みたいと褒め言葉として使われることもしばしば、ある演歌歌手との男同士の熱愛報道、そして結婚の噂もありますよね。ですが一方では松村雄基さんは病気癌なのと心配する声もある様子。2024年現在まで独身を通してきた松村雄基さん、結婚しない理由についてはある演歌歌手の存在も話題になりました。それは演歌界のプリンスと呼ばれた氷川きよしさん。松村雄基さんと氷川きよしさんは2010年に週刊誌フライデーで熱愛スクープされているのです。フライデーの記事では2人が連れ立って歩いている画像を掲載。氷川きよしさんが松村雄基さんの尻ポケットに手を入れ後からついていく姿が映っていました。松村雄基さんの所属事務所はこの報道の内容を否定、氷川きよしさんとはあくまでも友人だとコメントしています。その後に一部メディアで破局報道もあり、2人の関係は終わったと見られていました。ちなみに当時2010年といえば、氷川きよしさんはデビュー10周年の節目です。演歌界のプリンスとして現在以上に大ブームだった時期でした。また LGBT に関する世間の理解も低く、交際を認めることは現実的でなかったでしょうね。加えてフライデー報道をきっかけに
2人は別れたとの話もあったのですが、2014年発売の週刊文春では氷川きよしさんの別荘伊豆で松村雄基さんと密会していたと報じられています。そして2024年現在の氷川きよしさんがこちら。氷川きよしさんは2019年に雑誌のインタビューで、これからはジェンダーレスで活動したいとカミングアウト。それ以降はどんどん可憐で可愛らしく、あるいは綺麗なお姉さん化が進んでいます。また2022年12月で活動休止を宣言しており、松村雄基さんと結婚パートナー契約に進むのではと SNS 上で話題になったのでした。活動休止中の2024年には氷川きよしさんは46歳で、松村雄基さんは61歳になります。第二の人生を選択する年代としてはちょうど良いお年頃でしょう。もしも関係性が続いているのなら、結婚発表は2024年が有力でしょうね。2人が住む東京都ではゲイカップルへのパートナーシップ制度が認められていますから、恋人彼氏として松村雄基さんの存在がスクープされている氷川きよしさん。ちなみにこの暴露報道より前に、氷川きよしさんは松村雄基さんと交際報道されています。ゲイと思われていたけど彼女もいたなら、結婚歴はネット上の匿名掲示板を中心にこんなコメントが増えた時期があったのでした。ですが結論としては氷川きよしさんに結婚歴はありません。2017年に出演した徹子の部屋でもご本人が結婚歴がないことを明言しています。高校在学中にデビューし芸歴40年以上になる松村雄基さん、2024年には還暦を迎える一方で、松村雄基と検索するとこんなキーワードが。松村雄基病気感とは不穏な組み合わせですよね。ですが2024年現在、過去10年間まで遡っても松村雄基さんが病気やがんだとの報道はありません。まずはほっと一安心です。ではなぜ松村雄基病気感と多く検索されているのでしょう。今のところ指摘されている理由は2つ。幼い頃から松村雄基さんは祖母と2人暮らし、大正生まれで厳しくでも愛情深いおばあさんだったそうですが、ある日脳梗塞に倒れます。それは松村雄基さんが高校3年生の時で、以来俳優をしながら在宅介護を続けたのでした。今でいうヤングケアラーだったのですね。脳梗塞の後遺症に加え、松村雄基さんの祖母は認知症も発症。それでも続けた松村雄基さんの介護生活はなんと10年以上にも及びました。途中からはおば家族も同居、最終的に祖母は介護施設へ入居し、2000年に亡くなった。介護の最中はその苦労を明かさなかった松村雄基さん。ブレイクのきっかけとなったドラマスクールウォーズに出演中も祖母の介護と撮影の二重生活だったそうですね。ですがおばあさんが亡くなった後、2014年のインタビューで当時の体験を語り話題になりました。それが転じて松村雄基病気と検索されているのでしょう。そしてもう一つ、松村雄基感病気と検索される理由、それは松村雄基さんをテレビで見かける機会が激減したことです。1980年代後半、1990年代にかけて多くのドラマで引っ張りだこだった松村雄基さん。一時期は秘密土曜日のプライムタイムに放送中のドラマで3作品同時に出演していたこともありました。しかも松村雄基さんの演じる役はアウトローや突っ張りなど濃いキャラクターが多く、印象も強烈だったのです。ただ2000年に入ると松村雄基さんのドラマ出演は激減。連続出演するのではなく1話限りの出演も目立つように、強烈なキャラクターを演じるイメージが強かっただけに、その不在感も目立つのでしょう。消えた、病気、がんとの連想が生じ、出演しない理由を検索された可能性がありますね。では松村雄基さんは消えたのか。その答えははっきりノー。テレビドラマの出演は減ったものの、2024年現在は舞台の世界で活躍中です。人気作品の舞台刀剣乱舞を筆頭に年間複数の舞台に出演。2022年11月には朗読劇知恵子賞では主演でした。また書道家として活動するほか、2016年以降の松村雄基さんはシャンソン歌手としての顔もあります。テレビでは見かけないものの、
松村雄基さんは幅広く活躍中のようです。テレビドラマへの出演は減ったものの、松村雄基さんは舞台俳優や書道家、シャンソン歌手として活躍中。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。